デビューを果たした河野外務大臣。今回の会議で河野大臣は南シナ海問題で中国に対し懸念を表明。日中外相会談では中国側から批判を浴びます。これに対し河野大臣は、中国には大国としての振る舞い方というのをやはり見つけていただく必要がある。果たして父陽平氏のイメージを中国や韓国との関係改善に生かすことはできるのでしょうか。使えるアセットとしてですね、使わせていただきたいと思っております。